アマチュア観音小説家が教える文章の書き方。今日はこの題でお話をしたいと思います。今回の動画は、最初に文章の書き方についての話をします。次に自己紹介をします。最初の文章の書き方ですが、こちらは簡潔に説明するだけにとどめます。動画直下の説明欄にまとめ用の URL を記載しますので、詳細はそちらをご参照ください。まずは文章の書き方です。1番目、文章作成のイメージ。文章作成のイメージは、紙面にスタートとゴールを置き、その間を接続する道筋を描くことに似ています。書くべきイメージですが、紙を思い浮かべ、紙面上方にスタートを置き、紙面下方にゴールを置きましょう。次に、文章のゴール、つまり何について書くのか、その文章を通して何を言いたいのか、話の落としどころ、着地点はどこか、これが文章の結論になります。文章ではこの結論が重要になります。論文の場合はこれがタイトルになり、就活で使うエントリーシートではこれが最初の1行に行きます。それから文章のスタート地点を決めましょう。スタートとは言っても、論文や就職活動のエントリーシートでは先ほど話した結論を書くのがおすすめです。そうすれば最初と最後に結論を言う形になるので読み手にも優しいです。スタート直後には現状説明を持ってくると読み手は話に入りやすいです。ゴールとスタートを決めた後、その2つの地点をつなぐ道筋を描きましょう。話を作る上でよく話題に上る起承転結のうち、承と転はここで出てくるはずです。この道筋に当たる部分であなたの持っている話題の引き出しを存分に活かしましょう。2番目、ここで注意点です。1つの文は短めにしましょう。最大でも50字程度がいいです。です、マス帳、またはである帳に統一しましょう。これは基本です。文の内容が一義的になるように書きましょう。例えば、彼は綺麗な彼女のブレスレットを優しく撫でていましたという文章があったとします。この文では、綺麗なが彼女を修飾しているのか、ブレスレットを修飾しているのかが曖昧です。つまり、彼女が綺麗なのか、ブレスレットが綺麗なのかを特定することができないということです。読者を意識しましょう。あなたが書く内容を熟知したプロなのか、素人なのかに注意しましょう。文章は最初、長めに書きましょう。その後、読み直し、短くしましょう。これは英語も日本語も、ほぼ全ての言語で共通です。次に、誠に僭越ながら、自己紹介をさせてください。自己紹介を載せた理由は、この文章の書き方の信頼性を確保することです。つまり自己紹介を聞いていただくことで、こちらの動画と以下のまとめサイトが文章を書くスキルを上げる上で、ある程度有効なものであることを確認していただきたいと考えています。本題の自己紹介ですが、動画の題の通り、私はアマチュア観音小説家です。アマチュアなので、残念ながらまだ私の小説は出版できていません。では、何の成果も残していないかというと、そこまでひどくはなく、某 F 社の原稿募集では二次選考を突破したことがあります。この F 社は、観音小説の世界では有名な出版社で、たくさんの小説を出版しています。動画の直下に、私が二次選考を通過した時の選考結果発表に使われたサイトの URL を掲載しています。観音系のサイトなので、アクセスの際はご注意ください。また、別の出版社では、観音小説の雑誌を出版しており、そこに私の作品が掲載されたことがあります。観音小説の雑誌についてですが、まず小説の雑誌というのは、本屋に置いてある、スバルや文学界、オール読み物などの題で売られている冊子のことで、中にはいろいろな小説が掲載されています。観音小説の雑誌とは、そのような小説の雑誌の観音小説版のことです。まあこんな感じで私はいろいろ文章を書いたりしていますので、まあ文章を書く能力ですとかスキルですとかをかなり成長させることができたと思っています。なので、まあ私の作ったまとめですね、あとは他にまあ今私が喋った内容ですとか、まあそういうのを参考にして、まあ皆様のその文章のスキルが上がることをお祈りしております。以上で話を終わりにします。
ご清聴ありがとうございました。